れて東、小屋です。小屋からオルンガ、さあオルンガ来た、オルンガ、オルンガ行った、オルンガ1対1、オルンガのシュート、ワンチャンス、やはり決めるのが J リーグナンバーワンモンスターストライカーオルンガ。まあ奪ってからねレースは早かったですよね。まあ広島としてはねこういったシーンをね警戒していたと思いますけど、まあその森田から長村、食べる三笘、森田ミドルレンジ右足、追いつきましたフロンターレ。いやー今シーズン初ゴールですよね。強烈な一発、ここは迷いなく振りました。いいシュートでしたね。まあちょっとレッツもバイタルが空いてしまった、下がりすぎたっていうところですけど、長澤はすでにベンチに下がっています。さあどこに合わせるか、あっと直接いった、吸い込まれていきました。勝ち越し、3点目は仙台。空いてましたよね、空いてましたよね、はい、だから、まあ、大久保のポジショニングっていうのは少しどうかなと思いますけど、ボランチは松下と椎橋、ここで八塚に入ります。さあゴール前には長澤入る、その前に立田、松下落として松下シュートだー、椎橋落として松下決めました。血を這うようなシュートでしたね。あそこの構成見事に、あちょっとねアウトにかけて、おそらく狙ったところに行ってると思いますけどね。樋口が蹴って向かっていくボール、見事にフリーキックを蹴りました。先制はサガン鳥栖、樋口のフリーキックのゴール、樋口が決めました。入籍したばかりの樋口が、いや素晴らしいゴールでしたね。これが J1 初ゴールになります樋口、まあ、高さ速さともに素晴らしいコースに